皆さんこんにちは、マーケティングを担当します加藤栄太郎と申します。よろしくお願いします。今ビデオの方を、ご覧になっていただきましたが、本日、X1 のですね、新製品の、ローンチに合わせまして、私たちの新しいブランド戦略も同時に展開を、いたします。本日は、お伝えしたいのは2つございまして、まずこの6ヶ月ぐらいで、私たちがどのようなマーケティング活動をしてきたのかということを簡単に、おさらいさせていただいて、その後に今ビデオで見ていただきましたブランドキャンペーンについて、ご紹介いたします。時間は大体10分弱ぐらいいただいておりますので、よろしくお願いします。まず、直近なんですけども、私たちですね、やはりまだまだブランドの認知度が、足りないという現状を鑑みまして、消費者向けにですね、いろんな屋外広告であるとか、キャンペーンであるとかを、行ってまいりました。またこの1月3月におきましては、量販店での、展示スペースの拡大であるとか、あるいはですね、また同じく、消費者向けのキャンペーンなども、行ってまいりました。しかしながら、やはりですね、その出のごと、聞いたときに、何かこう、なんていうんですかね、分かりやすい傘の下で、あ、出のごとあれだよねっていうような、まだメッセージを今まで出せなかったのが、現状かなと、思います。そういったことをですね、鑑みて、この度、全世界で、ブランドキャンペーンを展開することになりまして、日本は、世界のですね、8つの、充電国の中の一つとして、いよいよこの7月ぐらいから、本格的に展開が始まります。で今回、行おうとしているのはですね、先ほどビデオの中で英語だったのでちょっと分かりにくかったと思うかもしれないんですけれども、Do キャンペーンということで、とにかく、何かを実現している人、あるいは何かを、実現しようとしている人に、フォーカスを当てて展開をしてまいります。具体的にはまず、マインドセット、何かを実現しようと思っている人で、Do マシンというのが、まあ、本日ご紹介させていただいている X1 をはじめとした私たちの、パソコンになります。そして Do カンパニー、こちらはですね、まあ、皆様方も含めまして、実際に社会貢献されている、あるいはイノベーションの実現に努められている皆様を、指します。で今回ですね、これらの3つのサークルをシナジーを最大化することによって、ブランド活動を、展開していきたいなと考えております。で実際のですね、ブランド展開につきましては、3つのレイヤー、3つの層で、まず考えております。本日、行っている、あるいは、これから初期の段階で行っていくのは、実際にこのドゥキャンペーン、ブランドのキャンペーンというのを皆さんに見ていただく、知っていただくという訴求するフェーズになります。でその後に、まあ、本日の、X1 をはじめとして、実際に製品を通して皆さんに、それを見ていただきたいというところで、一番大事になっているのが、それをユーザーの皆様、実際に使っていただいている皆様にを通して、そこを訴求していくという、その3つの段階で、アプローチを考えております。なお、当キャンペーンはですね、今年の7月ぐらいから、展開予定となっておりまして、日本向けの、まあ、コンテンツ中身というのは現在、鋭意制作中ですので、これからお見せするのは大変恐縮ですけれども、アメリカ本国の方でのイメージになることをご了承くださいませ。まず、ブランドの、宣言、告知というところになりますが、まあ、このような形ですね、実はもうすでに今日 の, プレゼンテーションのテンプレートも、もう For Those Who Do、Do キャンペーンの方に変わってるんですけれども、このような形でいろいろなところでクリエイティブ等で私たちは新しいブランドを、見せてまいります。で製品のところですね、もうすでに皆さんご存知の通り、X1 をはじめとして、これからさまざまなプロダクトですね、展開をさせていただきます。で、これはアメリカで実際に X1 の展開に合わせて作られているクリエイティブのイメージなんですけれども、まあ、このような形でですね、私たちの日本でも、いろんなものを出してまいります。はい、カタログ等もこのように、入れ替わっていきます。実はですね、もう本日から、ウェブサイトの方も、私たちのレノボ .com のウェブサイトの方もですね、新しいものに切り替わっておりますので、ぜひとも皆様ご覧いただければと思います。で、一番ですね、今回お伝えしたいなと思っているのは、ユーザーを通しての、実際のキャンペーン展開というところが、従来にない、まあ、他社さんも含めて従来にない形での展開になるかと思います。具体的にはですね、この度、私たちレノボとしては初めてとなる、ブランドのですね、アンバサダー、いわゆるブランドの顔ですね、こちらの方を、立ててまいります。こちらはですね、まだ今契約締結中ですので、本日はまだ申し上げられないんですけれども、まあ、非常に著名な方で、かつ社会的影響を持っていて、また TC とも非常にゆかりの、ある方を、今、起用しようとしております。
で、この方がですね、これからの私たちの今後1年間のマーケティング活動、ブランド活動の顔として訓練していただきます。で、その方と一緒にやっていただくのが、そのコアストーリーといってですね、実際にいろんな業界、いろんな世界で活躍されているリーダーの方を特集しようと思っております。まあ、イメージでお伝えするとですね、NHK でやっているザ・プロフェッショナル、あちらに出てくるような方が、ここのコアストーリーに相当します。とは言っても、有名なタレントとですね、それぞれの世界のリーダーを、特集したとしても、やはり、まだまだそのいわゆるメインストリーム、いわゆる一番広い層にですね、届くことができないと私たちも考えておりますので、ここでですね、やはり、コアストーリーと、メインストリーム、一番多くの皆さんがいらっしゃるところをつなぐようなですね、いろんな仕掛け、それを、オンライン、オフライン、ソーシャルメディア、あるいは、イベントキャンペーンなどを使ってですね、展開していこうと思っております。最後に今後の展開の案なんですけれども、こちらはですね、まだ今、計画中なんですが、7月から、来年の6月にかけて、ありとあらゆる媒体を通してですね、私たちのブランドキャンペーンを大々的に展開していこうと思っておりますので、また順次、確定次第皆様にはアップデートさせていただきますが、ぜひとも、期待していただければなと思います。簡単ではありますけれども、マーケティングのアップデートをさせていただきます。ありがとうございました。